どうしても気になっちゃうのら。なにこれ、なにこれ、うわかっこいい。あ、目の前に来たかっこいい。小木すいません、これで全部見たかな。オッケー、全部見た、コンプリート。よし、行くぜ。扉を開けろ。ジョーカー、間違いない。この先にお宝の反応を感じる。一体何が待っているのか。何が起きても対応できるよう気を引き締めていくぞ。行くぞ。よし、絶対双葉ちゃんを助けよう。これを使えば心が、スマホ音声入力、さくら双葉、さくら宗次郎宅、候補が見つかりました。あとは確か歪みって、歪み墓場は言ってないのか。そっか、うん、まただ。いやーね、ほんとこんなんやんじゃん。やだ、そうだ、思い出した、思い出した、あの時ここで墓場ってチャットで送ったら、あーそっち、入力を受け付けました。目的地までのルートを検索します。双葉ちゃん、プレイヤブルキャラなの？これで行けるの？やだ、人殺し、お前のせいだ、近寄らないで、もう、やだ。ナビゲーションを開始します。うわ、一人で来ちゃったか、危険だな。んだこりゃ、想像と違え。あと本人来たらどうなるんだろう。金銀財宝の山でも想像してたのか。あそこにあるじゃん。どこ？墓？あれだけかよ。墓ってことかな。お宝はあの中ね。あ、あの中なんね。よっしゃ、いただこうぜ。気をつけろ。なんかリュウジ優しいよね。お宝ブレない。うわっ、何かいるな。ワーニング。このタイミング、嫌な予感しかねえ。確かに今まで本人が止めてきてたんだよね。じゃあ誰と戦うのってなるもんね。おお、そんなことある。上の方だから。おお、お母さんもしかして。シャドウ、違う、誰、双葉じゃない、俺は。うわうわ、でかすぎでしょ。うわ、シャドウじゃねえなら何なんだ。ナンス、認知だ、認知、双葉の認知が作り出した化け物だ。そんなことって、おい危ねえ。うわ、かっこよい、かっこいい。え、あ、このタイミングで、すげえね。どうやって戦う、来るぞって言われても。ペルソなら届く。この墓に近づくな、災いが訪れるぞ。あ、ざわいね。やつめ、悠々と飛び上がって手が届かねえ。仕方ない、銃とスキルで仕留めるぞ。よかった、なんか怖いんだけどこっちみんな案件なんだけど何でいきますか。え、かっこいいね、あのアングルが。さあ何でいきますかね。みんなが持ってないやつとりあえず使おうか。まあ弱点ないと思うから、いつもよりこのカグヤピカロのこれでいこうかな。合計値だし。あー、痛い、大丈夫か。クリティカルで100、待って。
うわ、そんな何回も攻撃する？そんなことある？だって今結構 HP 上げてるんですけど、なんだっけ、吹き替えエース、吹き替えエースは、待って、吹き替えエース探してるから、吹き替えエースは、あ、全部使ったっけ、吹き替えエース全部使ったんかもしれない、運転、違うエース、これを、はい、マジごめん、ここから反撃だ、てめえ、せいや、スカルが目の状態、命中率が低下してるぞ、あ、命中率低下なんか、はあはあはあ、とりあえず回復だな、はい、はい、これ回復は味方の異常状態、シャワー、よし、急上昇、あ、これなんか、どこまで飛んだ、何する気だ、ガードした方が良さそう、あいつまさか落下攻撃する気か、かもね、やつめ、いつ仕掛けてくる、防御しておこう、防御、ガード、ガード、来い、うわー、待って、そんな、なんで何回も、ナイス、回復は任せようね、ペルソナ、これも当たるんかな、どうなんだろう、まあフレイラ行きましょう、容赦しない、でい、ペルソナ、あの子どうなるかな、待って、大丈夫そう、ペルソナ、待って、これ、暗いな、せいや、タマちゃん大丈夫かな、ミレン君だから大丈夫、これさ、順番変えたよ、マジでスキルの、はい、回復を、全体を、これ、中回復で、リュウジどうなる、なるほど、まずいな、やつがいつ仕掛けてくるか全然わかんねえ、なんだよわかんねえって、モナ、しっかり教えてくれよ、仕方ねえだろ、我が輩にもできないことはある、うわぁ、こんなとこまで、これが私の心、こんな風になってたなんて、双葉ちゃんが入ってきたから双葉シャドウいないってこと、これ思い出したか、あ、こっち来てる、衣装を教えてもらってるところだよね、これは衣装、お母さんが死んだすぐ後、黒い服の大人に読み上げられた時、いや、ほんまその大人よくない、そうだ、次を見ろ、これお母さんが私の目の前で車に飛び込んだ時、そうだ、次を見ろ、いや、逃げるな、怪盗団と話して決心したんじゃなかったのか、死ぬっていうこと、自分が見る、わがまま言ってる私、お母さんに迷惑かけて怒られた、ってだって、かまってほしいって、そんな悪いこと、そうだ、やっぱり私がお母さんを殺した、やだ、私が悪い子だったからお母さんを悩ませて嫌われた、そんなことある、全部私の覚えてる通り、本当にそうか、え、よく思い出せ、目をそらすな、これはいつの出来事だ、いつ、お母さんが死んじゃうちょっと前、私が旅行に行きたいってわめいた時、ダメっ
って怒られた。なんかさ、3、4歳児とかなんかならわかるんだけど、今中学高校生ぐらいでしょ。その時に育児ノイローゼって、あ、まあ反抗期もあるのか。なんかちょっと時期があれだなとは思ってたんだよね。他にはそれだけだったか。お母さん言ってた、今は忙しいからダメ、認知研究を早く完成させなきゃいけない。認知研究。お前はどうした。ただこねた。私より研究が大事なんだって。え、それで飛び自殺する。そしたら怒られた。もう怒るのはまあワンチャンわかるよ。その後何と言われた。言われたはずだ。お母さんこう言った。もうすぐ研究は終わる。終わったら双葉の好きなところに連れて行くわ。双葉ずっと一人にさせてごめんね。でも本当に大事な研究だから分かって。命をかけて研究を完成させなければいけないの。どういうこと。命をかけてっていうのがあまり笑えないんだけど。比喩に聞こえて。お前は嫌われていたのか。違う。何？笑った。え、変わった。あんた、頭が腫れる。ちょっとあんまり私が想像してることじゃないといいな。本当。お前の記憶は。うっかり背中押しちゃったとか、事故で自分がつまずいて。それを認めたくなくてとか。んだあいつ、全然歯が立たねえぞ。レン君たち怪我してんの。あんちゃん。双葉？来ちゃった。まさか入ってきたの？うん。本人がパレスに来るだと？そんなことしたら。に。あれは。殺したんだ。やめろやめろ。黙ってないで何か言え。本当に、あなたのせい。ま、本当はどうだったんだろうね。私のせいで。実際やったら本当に何言ってんだって感じだけど。私のせいでお母さんが。そうだ、お前が私を殺した。真実は。まさか、あの化け物、母親か。欲望と罪悪感が認知を歪ませたんだろう。死んだ母に生き返ってほしいという願いと気味悪い罵声が入り混じっている。なるほど。私の邪魔をする鬼ごめん、お前さえいなければ。時間を削られることなく成果を発表できたのに。あ、若葉さん、私が心血注いだ正義の発見は。正義の発見？なんだ？認知科学か。認知科学まだよくわかんないな。死ぬのよ、お前は嫌われ者。どっちみちこれは双葉ちゃんが思ってることだからね。こんなのお母さんから言われたくない。双葉なんて産まなきゃよかった。鬱陶しかった。お母さんは双葉ちゃんのことで悩んでたみたいだね。育児ノイローゼだったんだろう。でもこれはなんか本当に言われたっぽい感じよね。多分認知科学の同僚でなんかちょっと恨みがあったんかな。俺はなんかどっちかって心配してそうだけど。おい、
このままじゃやべえぞ。双葉は自分が母親を殺したと、そして自分が死ねばいいと思い込んで、うん、己の死を望む母親がいるパレスを生み出してしまったということ。双葉ちゃん、しっかり見て。あんな化け物がお母さんなわけないでしょ。あれはあんたが作り出した幻。だってでも自分の気持ちってそう簡単に変えられないよね。虐待なんてしてないはず。マスターが言ってたわ、母親一人で頑張って育ててたって。誤った記憶を刷り込まれてるんじゃないのか。うーん、誤った記憶。頑張れ。お母さんは双葉ちゃんのせいで研究結果まで破棄したんだよ。ほら、これ恨みじゃん。頑張って研究していたのにね、君のせいでおかしくなっちゃったんだ。ほら、もうその口を閉じろ。お母さん、私はシャドウか。桜双葉、思い出せ。自殺したのはお前のせい。研究を邪魔したから。なぜ自殺だと思った。衣装。そうだ、黒い服の大人に見せられた遺書だ。何が書いてあった？私への恨み。本当に？お前は辛くてショックで目をそらした。だが黒い服の大人は永遠と読み上げた。大勢の親戚の前で。よく考えろ、あの遺書は本物か。いや本当にそこよ。本当に大好きだったお母さんが書いたのか。あんなひどいこと一度でも言われたか。え、ま、本当に嘘だったらクソオブクソオブクソだよ。その人の心盗むべきじゃない。私がわがまま言った時は怒られたけど、うん、優しかった。そうだよそうだよ。ならばあの遺書は真っ赤な偽物だ。お前は利用されたんだ。遺書を捏造し、死をなすりつけ、幼い心を傷つけ踏みにじった。は、誰だ、連れてこい。イカれ、クズみたいな大人を許すな。私が自分自身とお母さんの死とちゃんと向き合わなかったせい。いやでもさ、ちょっとそれ子供にさ、そこまで 100% 押し付けるのはあれじゃない。いや、偽物を用意した大人がクズオブクズだわ。なんで私あんなこと言われなきゃならなかったの。いや、ほんまそれ。あ、シャドウに助けられたね。思い出せた。双葉ちゃん、お前を否定する者は幻影、心なき者どもが施した呪い。もとよりお前は知っていた。知っていながら怯えてきた。ああ、ショックだから。そう、知ってた。でも私、お前のせいで私は。言われた通りお前は死ぬのか。お前はどちらに従う。幻が吐く呪いの言葉か、お前自身の魂か。お前のせいだ、全部。お、私はもう歪んだ上っ面なんかには騙されない。他人の声にも惑わされない。自分の目と心を信じて真実を見抜く。お前なんてお母さんのわけない、腐った大人が作った偽物だ。絶対、絶対に許すもんか。うん、鳥肌立った、かっこよくて。待って、ガーホイルじゃん。何あれ、宇宙船。なにこれ、え、ヘビ。おお、どういうこと。
帰還マジか。いかなる謎の幻も、うん、もはやお前を惑わせない。鳥肌鳥肌。おりゃ、お願い手伝って。あいつやっつける。うん。おーかっこいい。いいね。そっか、プレイヤブルキャラなんだってことだよね。私の言うことだけを聞いていればいい。お母さん。いや違う、お前はただの怪物だ。母親に口答えするなんて、その悪い虫の影響なんだな。そうだろう。いや、メンバーいないな。くそ、また上空から仕掛けてくるつもりか。一体どうしたら。大丈夫だ、ここは私に任せろ。ふたまちゃんかっこよすぎない。頼む。おお、ここは私の心の世界だ。自分の心の歪みの一部くらいハックできる。おお、させるか。おお、ガード、超かっこいい。え、待って、鳥肌すごい、かっこよくて。今度は私たちのターンだ。行くぞ、フィールドに最終兵器を召喚。もう最大のクライマックスを見せてよ。心の中だから何でもできそう。おう、あ、バリスタだ。バリスタだ。これで撃ち落とせ。そっからボコボコにするぞ。なんでそこはあの物理なの。なんかこのあのボタンポチッとなで発動できるやつが良かったな。なるほどな、やってやるぜ。標準誰が合わせるの。バリスタぶっ放すだろ。よろしくお願いします。ああ、誰かにバリスタを使わせスフィンクスを撃ち落とそうか。スフィンクスなんね。俺が撃っていいよな。私が撃つのね。私が撃っていいよね。俺が撃っていいよな。リュウジはちょっとな。私が撃つのね。うん、新島さんかな。よし、バリスタまで走れ。よろしく。こいつ手強い、気をつけて。うん、ほい、なんかやってない技やろうか。待って、チューのやつって持ってないんだっけ。ほい、一応ね。ほい、ペルソナ、いけ。おい、あれだけ必死で育ててやったのに、母親を何かしろにするのか。その辞書は一体どこから引っ張ってきたの。ただ一人、私こそがお前の母親だろうな。違う。なんだと、なぜ認めない。なぜ、今が反逆の時だから。お母さんはもういないんだ。どれだけいてほしいと願っても、うん、絶対叶わない。だから私はお母さんのいない世界でも生きてく。うわー、すごいきついだ。私は親は両方とも元気にいるので、本当のこの気持ちは分かんないけどさ、いや強いなって思う。そんで目いっぱい幸せになるんだ。うん、生きていくためには私という絶対的な母親が必要なのだ。分かるか。お前は偽物だ。私が偽物。お母さんは大切だ。今でもずっと大好きだ。でもそれはお前じゃない。それに全部他人に決めてもらうばっかの人生なんて私はごめんだぞ。親に逆らう悪い子は積まれてしまう。そうはさせない。こ
すごい涙を与えてるじゃん。涙が出る。方向転換。続けろ。頑張れ頑張れ。難しそう。他に何やってない？エイハ系全体超エイガオンダメージ大マジで大ふむ133痛そうペルソナそいペルソナ炎上ならぬ107かうわーやだーやだー上部の風の調査だそっかよしお、いけるファイヤーいいね381おお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 お敵に攻撃が当たりづらくなってるからねおありがとうペルソナどうしようかな回復するべきかあれすあ帰ってきてるあ帰ってきてる次は誰だだったら回復しようかなうんありがとうねえありがとね新島さんによしいいねここから反撃だな頑張れねえエナジーシャここはペルソナです違うかエナジーシャワーじゃないのかうんとじゃあ普通に戦いますか指示をお願いこれでどうほいクラクラするクラクラするねちょっと頑張ってもらっていいいいねいいね意外といけるうめいているそのアムリタシャワーねよしよいしょペルソナイオンがペルソナ食らいなさい新島さんの方がペルソナのダメージ大きいねガチだかね精神系の能力なのかなあ、飛んじゃうこれを繰り返すかうわぁ耳がなんかなった絶望しちゃってる本当にやばいよ絶望しちゃってる絶望ちょっとまこっちゃんのこれは絶望あ絶望回復かオッケー覚悟しなさいその絶望が何なんかわからんけどクリティカルを受けやすくなるとかそういう感じかなペルソナ2回行動ナイスナイス回避やってやる巻き起これ聖なるつむじ風見えないし4620200は言ってるよねペルソナ銃まだ使ってないんだよねそういうの銃使ってみるかあ結構おいしいわーいおいこれ何だったっけナイスなんかよくわからんけどめっちゃガードしてるアメリカシャワーオッケーよしここから反撃だな食らえないややっぱ全体回復持ってきてくれるとありがたいなちょっと一旦自分で回復一人だけするか、はい、銃で満タンなんないのかいいねなんでガードなんだろういっつけてるペルソナがそういう感じこれやーねういこれはね回復か
と一旦めまいのまんま行ってみる。あまり高確率でやられすぎるな。よし、ここから反撃だ。反撃だ、頑張れ頑張れ頑張れ。ナイス。今のところだって当たってるもんね。くらいなさい。あ、ジェルス使うな、そういった。ペルソナ。うん、当たる当たる。うぃー、あ、そうよね、そうだ。放置してたらこうなる。放置してたらこうなる。でも絶対何もできなくなるもんな。大丈夫だ。ナイス。そうね、回復自分でしてもらおう。巻き起これ聖なるつむじ風。攻撃、あ、また銃使わなせた。よし、ここから反撃だな。そうね、アイテムでこれはめまいが20個ある。よっと、よっと、あ、待って、あんちゃん倒れてる。あんちゃん倒れてた。これでどう？オッケー。よし、ここから反撃だな。お、帰ってきた。これで助かったぜ。いいんじゃない？痛い。これでなっちゃうね。うえー、ここは回復かな。18。うん、うん、ありがとう、ありがとね。全体回復ないとしんどいな。ここから反撃だな。あとね、私平均レベルより7、8ぐらい低いらしいんだよね。容赦しない。結構時間かかってるのは私のレベルが低いからなのかな。結構まみに雑魚戦してるつもりだけどね、もっと強いペルソナが手に入るもんね。そしたらレベルが上がったら、バリスタぶっ放すだろ。うん、じゃあ俺が撃っていいよな。私が撃つのね。俺が撃っていいよな。リュウジ行ってみて。頑張れリュウジ。エクストリームウィンド。だお前らどんな姫、お前らが、お前らが、もうそれしか言えないの。私の研究の邪魔を借りして子供なんて産まなければよかったのよ。それ自分の責任じゃん、人に言うな。そんなことない。いい思ってた。いや、自分は言っててもいいか、思っててもいいかもしれないけど、人に言うの。違う、お母さん言ってた。お、私がいるから辛くても頑張れるって。重荷になってるんじゃないかって勝手に怯えて遠ざけてたのは私の方だ。なるほどね、そういうのあるよね。お前は私から逃れることはできない。一生罪の意識にさえなまれ苦しみ続けるんだ。自分たちがいるよ。そんなことできるはずが。いや、こいつらとなら不可能だって可能にできる。おお。親に逆らう悪い子は潰れてしまう。そうはさせない。頼んだ。これでどうだ。 Thank you。 いい、少なくとも方向転換。宗次郎にお世話になってる者同士交流はできるよ。頑張れ龍二。防御力下がってる、注意しろ。え、本当？いつの間に？上部の風の調整だ。よし、撃て撃て。とどめさせてほしい。無理か。何発だ？あ、でも近くに来たから通常攻撃いけるかな。この SP18 をどうしようかなっていうところで今悩んでるんですね。そんな
なんかこう HP 犠牲にして戦える気あったっけ。中確率、小ダメージか。普通に殴った方が良さそうだね。違うな。おいで、覚ませ。あ、ナイス。めまい状態だよ。敵に攻撃が当たりづらくなってるからね。はい。お、通常攻撃にすればいいんだ、ここの時。なるほど。うめいている。セミア。この後ちょっとがなかなか削れない。あ、終わりだ。あった、頂戴する。ふたま頂戴するがよかったな。いやでもな、そこまで責任取れねえな。男の子だから、レン君。ふたま、お前なんで。いやもう黙ろ。何を言われたって、私は生きる。かっこいい。かっこいい。よっしゃ、お宝盗んだぜ。よし、レベルアップ。レベルアップ。新技だ。電撃ガードスキル。ああ、なるほど。いや難しいんだってこれ。いや、いやかな。この技早速使わないとね。マハラギオン、全体中、全体中、全体消を消していい。あー、浮かない空か。全体消6SP1 害。あ、まあ、ショーいらんか。いいえ、ほんとに。でもどっちみちみんな同じことを悩むんだもんな。消そう。